1番、2番、3番、4番、5番、6番の体型。第5レース、ただいまスタートいたしました。ほぼ横一線、綺麗なスタート。1周1マーケットから先行争い最初の勝負どころ。まずはインから逃げる体勢は1号艇。さあ、2号艇が差し構え。さらに内側のから、いや、アウト握っていった3号艇。バックストレッチ向こう正面。差しのハンドル届いているか2号艇の柴田。陰線残している1号艇の新田。その後3番争いも5号艇、3号艇。後方4番、6番。向こう正面から2マークの旋回。スタートは前提、正常です。さあ、2号艇の柴田健と差しのハンドルから2マークで先前体勢。1号艇が差し返す第2ターンマークでありますが、ここで完全にトップに立った黒い勝負、2号艇の柴田。2番手追走、1号艇の新田康明。3番争いは接戦ありますが、外5号艇の奥平、内をついては3号艇の吉田。準優勝戦のメンバーが上位を形成、そこに並んでいく3号艇の吉田であります。後方は4番6番という体制、213か215の体制か。今1マークを旋回、バックストレッチ向こう正面、上位の並びは2番1番の体制。3番手争いは3号艇5号艇が遅れ出しの展開でバックストレッチ、しかしまだまだ続く3番手争い。上位の並びは2番1番3番か2番1番5番体制か、この2艇並んでいます。その後は2艇審査、4号艇の内堀が5番手、最後方追走6号艇の相馬という並びです。レースの焦点、3番手争い、2号艇、1号艇、5号艇が先前、アウト握っていった3号艇、さあ、もう一度握らいになりまして、まだまだ続く3番手争い、わずかに5号艇、判定心優勢も、外から3号艇の吉田慎二郎、再び並んでいこうかという勢いでありますが、上位の体勢は2、1、5、判定審査、いや、並んでまいりました3号艇の吉田、まだまだ分かりません、3周1マークの攻防、上位2手は2番、1番、5号艇が回って3号艇、つけ前間隔もちょっとサイドかからず、おっと、ここで3号艇が落水しています、上位の体勢は2、1、5の体勢。2連単の21の組み合わせ 12.2 倍、3連単の215というのは 39.2 倍を示しています。後方向かってでありますが、4番6番、なお3号艇の吉田慎二郎が落水をしております。2番1番5番と回りまして、最後の直線コースから一般戦競争第5レースゴールを迎えます。今1着で2号艇の島田ゴールイン、2着は1号艇新田ゴールイン、3着5号艇の奥平ゴールイン、4号艇の内堀4着、そして最後方は6号艇の相馬、今5着でゴールイン。なお3号艇の吉田慎二郎は落水のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番の体型で今スタートいたしました。一周一マーケットで向かう先行争い、ちょっとばらついたスタートになりました。最初の勝負どころでありますが、まずは1号艇が先前体制、内側から2号艇が刺していく、バックストレッチ向こう正面、さあここは順走の形か、1号艇が押し切るか、その後2番手争いでありますが、外の方から2号艇、内をつきましては今度は3号艇、5号艇と追走いたしまして、バックストレッチ向こう正面でありますが、6号艇がエンストを期しているようです。さあトップでありますが1号艇、その後2番手争いでありますが、3号艇、最内の方から4号艇、5号艇と切り込んで、レースの方はこれから2周目と入っていきます。リードの方は現在3、4艇身、トップは1号艇の田辺良三、2番手には3号艇の岡部、3番手争い5号艇、2号艇が並んでおりまして、後方は4番という体制です。なお6号艇の中コータは失格となっています。123-456と切りました。ダッシュで優勢、4角からだいぶ覗いて4号艇大型、そこから仕掛けていきます。4角まくりが炸裂した4号艇の大型エイジがトップターンです。あとはその後ろちょっともつれてしまった5号艇6号艇絡みになってしまいました。アクシデントが発生になっています。スタートは前提正常でした。トップ4号艇尾形、続いて2号艇の長谷川、3番手が1号艇の後藤、4番手が3号艇田代です。その後ろでは6号艇にアクシデント、5号艇も止まった状況となっています。2マークを回りまして、4号艇の尾形が先頭、2号艇の長谷川、1号艇後藤、続いて上位体系は4番、2番、1番です。この後2周1マークには自己艇レスキュー艇がいます。各艇その外を回っていきます。6号艇アクシデントで失格、そして5号艇もエンストでしょうか、失格のコールとなりました。1番、3番、3番、4番、5番、6番です。ワン戦予選競争の第3レース、勝ちました6号艇、古田島高6号艇の向井城浩二、一撃狙っていく向井城、ここは大まくり観光、3号艇抑え込まれながらも代わり前速、3号艇の杉山、おっと後方2艇が絡んでしまった、アクシデント、2艇がこれは失格に敗れるのか。現在6番3番か、スターター前提正常でした。お知らせいたします、2艇が絡むアクシデントは4号艇の渡辺英二と5号艇の大谷直弘、2艇が失格に敗れます。
カーブしていきました。さあスイングをダッシュで相撲勢が起こして3号艇、4号艇、5号艇が出ていって1番へ仕込んでいく。3号艇は内から出ています。2号艇やり合った。さあ2号艇決まった。アクシデント、内から1号艇、あと4番、5番、6番でバックセッチャー、トップラスイ。なおスタートは正常でした。トップラスイが接戦となっています。なお2号艇のカナダ行きの失格。さあダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇畑、2号艇の天野、そして3号艇の村田と内枠3人、こうスタートを切っていきましたが、わずかに早いタイミングか。1号艇の畑、そして際どいのは2号艇の天野、3号艇の村田の際どいか。ただ今スタートを判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。ただ今のスタートは判定中。お手持ちの投票券大切にお持ちください。一周リマークラスタンド前、ここでお知らせいたします。1号艇の畑信也と3号艇の村田智也、この2人はフライング変換欠場です。1号艇畑と3号艇村田はフライング変換欠場。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。確定1周の1マークへと向かいます。ただいまスタート判定中となっています。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。ただいまスタート判定中となっています。お知らせいたします。3号艇広瀬敦也、フライング返還欠場。3番に関する投票権は全て返還となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートの車、オーストロコースがトップスタートの空王ドロー、カシロ出ていきますが、4コースから4号艇の山地、後ろに爆炎から競って1号艇渡辺、まくっていくのが4号艇の山地、切り込んでくるのは2号艇、おっとこの辺5号艇の皇帝、もつれた皇帝しております。先頭は1号艇の渡辺和正、2番手2号艇、4号艇並走、4番手が3号艇池田、5番手再びコース始めた5号艇の小林、1マーク6号艇カシロにアクシデント発生です。一緒にコーラーの世界、スタートは正常。トップ世界1号艇渡辺、2番手は2号艇の長谷川、外を回って4号艇山地でホーム直線コース。先頭は1号艇渡辺和正、2番手2号艇長谷川正和、3番手4号艇山地正樹、長打受けは1-2-4。レースは2周目と移っております。1マーク自己艇レスキを避けてのターンとなります。先頭は1号艇渡辺、2番手が2号艇長谷川、3番手4号艇の山地です。ここでお知らせいたします。6号艇カシノ工事1周1マークにおきまして転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、6番、5番の並びです。スタートしました。5号艇小玉、これはかなり早いスタートがありました。早いスタート合戦から1号艇の北川が逃げて内側から2艇が入っています。3番、1番のトップ争いです。なおこのレースでは5号艇小玉、6号艇山口、フライング変換欠場です。5番と6番に関する投票権すべて発売額と